さて今週からふるさとシェアもパワーアップしてお伝えをしていきます。今まで以上に県民リポーターに地元のディープな話題をお伝えしてもらいます。今日はですね、猪苗代町から地元で大人気ドライブインのテイクアウトもできるある名物を紹介してもらいます。それではここでまずクイズです。はい、皆さんここで名物があるんです。ドライブインの名物なんだと思いますか？ A. まんじゅう、 B. もち、 C. せんべい、 D. 飴、うん、QR コードからご参加ください。なすびさんはもう分かりますよ。俺はね、猪苗代町のねドライブインってあそこしか僕はないかなと思うの。なすびさんはお答えいただかなくて大丈夫です。失礼いたしました。皆さんぜひねご回答お待ちしております。そして今日はですね、そのドライブインに猪苗代町の県民リポーターの西村さんが行ってくれているということで、中継で結んでいきましょう。それでは呼んでみましょう。西村さんお願いします。はい、新年度明けましておめでとうございます。猪苗代町県民リポーターの西村和孝です。今日私が来ているのは、こちら、野口英世記念館の隣にあります、ドライブイン番匠さんです。やっぱり番匠さんだったね。そうなんです、なすびさん、私もよく通っている地元のお客様にも、はい、観光のお客様にも、親しまれているドライブインなんです、はい、僕もよく通わせていただいてますよ。そうなんですね。それでは早速入ってみたいと思います。はい、あ、神奈さんののれんがありますね。はい、あ、神奈さんがそうですね。はい、そして神奈さんのゆべしなんかがね、こうやって並んでます、並んでますね。フリメゆべすの地もあるんですね、はい、そして店内もこちらところせますと、いろんなお土産物がいっぱいありますね、はい、並んでおりますね。やっぱり会津ですからね。はい、どうもこんにちは。私の友人でもあります、3代目ご主人の家直一さんです。こんにちは、よろしくお願いします。お店は創業何年になるんでしょう？約60年になっております。最初は、お土産屋さんだと聞いておりますが、はい、そうですね、最初は土産で始めてるんですけれども、だんだんこう食事の方を始めて食堂の方を広げていった感じになります。食堂の方を案内します。はい、じゃあお願いします。何食べても美味しいですか？そうですね。さあ、この広い店内、すごいですね、広いですね。そうですか、何食べてるんでしょう。はい、それではこちらのメニューの方をちょっとね、見てみたいと思います。はい、カツカレーとかね、カツ丼とかラーメンとか、はい、いろいろありますよね。すごい種類ですね。こちらにもありますけど、小鉢と味噌汁等の内容は日によって違うっていうのもなんかワクワクしちゃいますよね。愛情感じますね。はい、ということでこのメニューを見ていたらですね、なすびさん、私お腹が空いてきちゃったんですけども、あ、まあしょうがない、西村さん食いしん坊だから、あ、そうなんです、うん、じゃあ私のちょっとおすすめのメニューをちょっと食べさせてください、うん、はい、ぜひ行っちゃいましょう、はい、それではご主人よろしくお願いいたします。今ご主人が今出来たてのそばを今水を切っております、うん、はい、お、まあ、まさに出来立てが出てるんですね。今出来立てが、はい、出てきますので、もう最後お待ちください。最後じゃ、ご主人生中継だけど間に合うかしら、大丈夫かな大丈夫かな、ね、焦らずね、ゆっくり準備されてくださいね。はい、こちら毎朝、あ、来ましたね、すごい、もう毎朝なんかライブスルーかな、言っている、すごいライブスルーでドライブインですけどね。お、はい、こちら、おそばやっぱりゆでたてがね、カツ丼のセットになります。さすみさん、美味しそうでしょ、早速、美味しい、いただいちゃいますね。キラキラしてるね、ぜひ思う存分、いただいてください。行きましょう、まずはそば行くね、豪快に、もう一口、うん、もう一口いく中継長く行っとったね、またちょっと新しいリポート本当にお腹空いてる人でしょ。そうなんです、本当にお腹空いてたんです仕方ない、すいません、でも美味しいからね、はい、そうですね、止まんなくなっちゃう。そうなんです、ちょっと巻きでいきますね、はい、はい、そして皆さんお待たせいたしました、はい、ドライブイン番匠さんの30年以上続く人気の例のあのものを紹介したいと思います、ね、はい、それではご主人よろしくお願いします、こちら、お、これ出た、来ましたね、こちら豆ずり餅、このこちら、はい、ご主人、この上に乗っかってるものは何なんでしょうか。はい、いただ
地元の枝豆、大豆と野菜の一つであります香り枝豆を使用した香り枝豆を使用したのあんなっております、うん、こちら毎日作ってるんですよね。そうですね、ほら豆すりもち。で材料なんかは何を使ってますか？シンプルでお塩とお砂糖のみ、で塩とお砂糖のみ、なるべく入れないようにして、はい、で今年というか昨年の収穫量はどのどのどのでしたっけ？年功中のせいで材料になります枝豆が少なくて大変貴重な商品となっております。はい、そうなんですよ。そんな貴重な豆釣り餅なんですけど、うん、今日は特別にご用意していただきまして、うん、はい、うん、あのスタジオに届けてありますので皆さん、うん、食べてみてください。はい、ます。さあということで、豆釣り餅、はい、スタジオに用意していただきました。僕は、ね、いつも食べてるんで、はい、あれだと思う。岩渕さん、岩渕さんは初めてですか？岩渕さん初めてなんでしょ？そうなんです。食べてほしい。では、はい、いただきますね。うん、わあ、ずっしり。すごいね、もう豆釣りとかね、たっぷり乗ってますよね、枝豆が。はい、はい、うん、ほら、しかもお餅も柔らかいでしょ？うん、柔らかいし、おいしい。うん、ね、程よい甘さですね。うん、そう、うん、甘すぎずで、ね、ちょっとね、ちょっとこう隠し味に、はい、あのしょっぱさもね、ちょっと秘めてで、味付けもシンプルでしたよね。なんか私宮城出身なんで、すごい嬉しくなります。宮城出身としてはどうですか？このありますもんね、福島の豆釣りもどうですか？比べてみて。でも最高です。あ、そうですよ。ちょっと宮城のお土産に買ってきます。逆にしたぐらいの、はい、これは嬉しいです。そしてあの、うん、なすびさんもせっかくですので、いいですか？はい、用意していただきましたので、いただきましょうか。はい、じゃあいただきたいと思います。いただきます。これはね、風味がいいんですよね、またね、うん、しかもね、うん、こういただきます。うん、うん、うん、このね、つぶつぶ感がね、まあ、半殺しというか、ね、そんなにこう豆の感が残ってるんですよね。うんうんうん、この豆感が残ってるのは贅沢です。はい、最高でしたね。さあ、再び中継先とつないでみましょうか。あら、召し上がってますね。食べてますね。あ、すいません、食べてました。いや、こっちも美味しくいただきましたよ。いや、美味しいです。うん、で、こちら、豆釣り餅という名前になって、なんで豆釣り餅っていうの、うん、はい、釣った餅なんですけれども、毎朝、手釣りでズリ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 してるので、なるほど。豆釣り餅という商品。あ、そういうことなんですね。まあ、本当にこのお餅、今年は本当に収量が少なかったということで本当に貴重になっておりますので、皆さん、あと限定大体何食なんですか？いや、もう少ないです。通常店舗で出せるのがもう10食ちょっとしかないです。もうそれしかないので、ぜひ、早めの時間帯にお買い求めください。そして、はい、道の駅猪苗代でも販売してます。でもご主人のですね、この手打ちそば本当美味しいんで、ぜひこちらのドライブインマンションの方に来て、ぜひ召し上がってください。以上、県民リポーターの西村和孝がお送りいたしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。豆をズリズリするから豆釣りということでね。そしてお食事も美味しそうですね。そう、お蕎麦もね、本当にね、茹でたてで地元のあの蕎麦粉を使ったりしてるんで、本当に、ね、美味しい。そうですよね。あの、うん、僕は実はここでカツ丼いただいたこともありまして、カツ丼も美味しいです。美味しかったですね。そう、カツ丼ね。でもただ豆釣り餅の存在実は恥ずかしながら知らなかったの で、 そうです。今度ね、いただきたいなと思いました。ただね、早めに買わないとですね。そうですね、限定でしたからね。うん、それではクイズの結果見ていきましょう。はい、あ、皆さん、餅と答えた方 47% でした ね、 ね、はい、ご回答ありがとうございました。ありがとうございました。